めっちゃ今のいい感じだった。動画にしてくれ。まずチェーンソーで頭を切る人、発電機チーム、チェーンソー発電機コンビで、その上に材料を配ってもらったけど、だからまあ最初ちょっと休憩する、最初ど頭休憩する。余った分は上に貼り、うん、防走シート行く打つ材料来るだから割とどこでもいい。あ、OK です。まあちょっと、まあ、こんな高くなくて少しあれですか、ね、そうですね、もう こんなぐらいの高さで、はい、もういいんじゃないですか、うん、いや素晴らしい、なんかこう海辺に向かってっていうね、うん、いいですね。全体的にね、あの融合されて吹っ飛ばすになったりとか、あるいは釣り人が増えてきたとかね、で低山堀まで行く人が増えた、あるいはサイクリングロードを通る人が増えたとか、そういう形になってきてんじゃないかなと思うんですよ。ですからこれだからこうなったっていうんじゃなく、それと絡んでの状況、一緒になってまたこの自然との関わり、そして国道もできたよねとか、よかったねと、あるいは橋ができるといいねとか、ですからそこにあまり耳を傾けていなかった町内の人も、うんと、やはり行かざるを得ないような状況になってきている。動き始まってますから、本当にこれはね、感謝します。このみんなの家もそうですし、カノさんたちもそうだし、メディアと行くもそうだし、本当に感謝しています。ですから、カノさん、今年の夏来た時には、バーベキューやって、もう一回語り合って、その先の夢に向かって進めると思うんですよ。これからもよろしくお願いいたします。高さについてはまずいいですかね。 OK、 これで OK、はい、で、あのちょうど入り口の部分もちょっとご相談したくて、この、まあ、横木のこれの位置で、うん、まあ、最後ここになってるんですけれども、うんうんうん、まあ、ひとまずこう長く出しておいたんです。最後にしちゃったのそれか。そうですね、まあそれでもいいんですけど、ちょっと地面に接するので高さがあっても別に構わないと思うから。はい、わかりました、はい、すいません、どうも。はい、ありがとうございます。はい、どうも。